今日はヤマメを釣ろうと思います。剛健さんの延べ竿。目印を使う。餌はブドウ虫とミミズ。それでは普通の渓流釣りスタート。風うぜえなー。目印。餌を底ギリギリに漂わせます。ここ、深いから釣りにくいです。ここの方が釣りをしやすそう。あそこに魚が溜まってそう。目印。ヒット。はい、釣れた。本命のヤマメです。浮きなしの釣り方で釣ったのは初めてです。お持ち帰りです。二匹目は釣れそうもないです。良さそう。こっそり近づきます。嘘でしょ？信じられない。しまった。上を確認します。よし、ここダメだー。いっぱい仕掛けが絡まってる。移動する。ガリガリ君、コーラ味。実質、氷代0円です。解禁から数日が経過したので、渓流魚がここに溜まっているかも。
釣りづらいです。筆頭。カワムツだな。今季初めてのカワムツです。追加。追加。穴釣りしたくなってきたな。風が弱くなってきた。ヤマメを釣った場所に戻る。シマちゃんは旅立ったっぽいな。まずは、あのブロック周りを攻める。トリプル目印にした。筆頭。はい、釣れた。本命のヤマメです。ただ、ちょいと小さい。強制リリースサイズだな。ヤマメを2匹も釣ったぞ。ここを軽く探って帰ります。暗いので、目印が見えません。適当に仕掛けを流す。もう、帰るか。手応えあり。ヒット?はい、釣れた。イワナだ。ヤマメにイワナ1を釣った。帰ろう。
このコンパクトコンロは、おすすめです。ファイヤー。塩焼きにします。ぬめりは、臭みのもと。味塩で味付けする。焼きます。やっぱり。クエクエ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 。まずは、渓流の女王、ヤマメ。少し川魚臭があるけど、すごく美味しいです。続けて、渓流の王者、イワナです。イワナは、川魚臭がないな。ヤマメより癖がないです。炭焼きクッキングは、まだ終わりません。焼いた骨せんべいを食べてみる。しっかり、骨せんべい。頭も食ってみる。うまい。これも食う。炭焼きクッキングは、まだ終わりません。本当に？湯煎の目安は30分以上、だって。待ってられない。以前、教えてもらった裏技を使います。飯をビニール袋に入れる。味付けホルモン。味付けカルビには勝てないな。ご視聴ありがとうございます。チン飯をビニール袋に入れて湯煎すれば、10分くらいで良さそうです。応援をお願いします。